実は最強のアイテムドア。ドアはお家の入り口を作るためのアイテムだけど、それ以外にもいろんな使い方がある。1個目、水中で息ができないとき、地面にドアを置けば隙間で呼吸できるようになる。2個目、海底にあるマグマを使ってテザーゲートを作れる。難しいけど、まあ俺はできるけど。3個目、前を向いたまま後ろに置けるから追いかけっこしてる時の時間稼ぎに使える。4個目、盾がない時でも戦ってる時に弓とかを避ける即席の壁を作れる。その他にも簡単にブロックに食い込めるからアスレチックで使われたり、実は燃料にも使えたりします。他にも使い方を思いついた人がいたら教えてね。